ホストクラブで働いていた俺は、不渡客だった官僚の彼女に何度も結婚をせがまれていくうちに、優しい彼女に惹かれ、結婚を決意することになった。ホストを辞め、昼間の仕事で彼女に釣り合う男になるため、まともに働いた。しかし、そんな俺に、彼女は徐々にマウントを取り、見下すようになる。顔はいいから、連れて歩くにはもってこいなの。あなたは私のアクセサリーのような存在なのよ。かっこいい夫が隣にいると、みんな私を羨ましい目で見てくれるわ。さらに、顔合わせの食事会では、彼女の両親にも冷たい態度を取られ、罵られてしまう。まさか人柄に惹かれてミカに結婚したいと言ってもらえたと思っていたのか？君は容姿だけ、この家で役に立ってくれればいいんだよ。彼女と義両親に散々罵られ、限界になった俺は結婚を断ろうとしたが、そんな俺を義父は鋭い目つきで睨みつけた。帝能が偉そうに。声を荒げ、手を上げようとした。その時だった。君の言う通りだ。こんな結婚は絶対にしない方がいい。突然の声の主を見て、義両親はガタガタと青ざめて震え出した。俺の名前は川崎翔太。高校一年生の頃に両親が離婚した。理由は父の不倫だった。極度の女好きだった父は、浮気相手の若い女性と一緒になるために家を出て行き、残された母と二人きりになる。父に出て行かれたのがショックだったのかどうか、それはわからないが、母は父がいなくなってからというもの、お金にだらしなくなり、後先考えずに自分の好きなことに使いたい放題になった。その上、基本めんどくさがりな性格で、ろくに仕事もしていなかったので、当然生活は困窮していった。そんな生活に耐えきれなくなった俺は、自分のためにも高校を途中で退学し、家を出て自分一人で働き、生きていくことを決意した。家を出た後は、新しく部屋を借りるお金なんてないので、寮がある家電メーカーの工場で機関工として必死に働いた。最低限で苦しい毎日だったが、いつか必ず何かで成功して幸せな家庭を持つことを夢に頑張った。二十歳になった俺は工場から離れ、学歴不問でのし上がることができる夜の世界でホストとして働き始めた。俺が自分で言うのもおかしな話だが、美人な母親に似たおかげで容姿が良く、人と話すのも好きだったので、ホストという仕事は天職だと思った。その読みは見事当たり、俺はルックスが良く誠実な人柄という客からの評価を多く受け、俺は一躍売れっ子になることができた。昔のような貧しくて苦しい生活からおさらばすることができ、俺は毎日が楽しかった。だんだん不渡客と呼べる客が増えてきた中、特に熱心に店へ通い、俺を指名する子がいた。名前は山村美香。美香は俺のような夜の世界で働くような人とは真反対で、霞が関の官僚だった。そして美香の両親も官僚というエリート一家なのだという。なぜそんな子が俺をいつも指名してくれるのだろう。不思議に思ったことは何度もあったが、会いに来てくれるのが嬉しくて、あまり気にしなかった。いつものように楽しく酒を飲んでいたとき、ミカが珍しく真剣な顔で俺と目を合わせてきた。ん？どうしたんだ？私、翔太と結婚したい。結婚しましょう？俺は一瞬びっくりしたが、きっと酒を飲んで酔っ払っているのだろうと思った。ミカみたいな子にそう言ってもらえて嬉しいよ。もう、私は本気で言っているの。はいはい。ありがとな。はじめは冗談だろうと適当に聞き流していたが、それからミカは店に来るたびに何度も同じことを言ってきた。一切酒を口にしていない時にも言ってきていたので、
さすがに冗談ではないのかもしれないと思い始めていた。そもそも今思えばお堅い仕事をしているミカが軽々しく結婚などという言葉を言うのだろうか。いや、おそらくそんなことはないだろう。俺は本気でミカの言葉を意識するようになり、勝手にミカと結婚した時のビジョンを頭に浮かべた。俺のことを真摯に思い、毎日のように通い詰めて俺に会いに来てくれるミカとならば、もしかしたらきっと俺の望む幸せな家庭を築いていけるかもしれない。ミカなら俺の夢を叶えてくれる。そう期待した俺は、ついに仕事終わりにミカと二人きりになり、ミカに改めてこちらからプロポーズをした。結婚すると決めた俺は、長年勤めたホストを辞めることにした。名残惜しい気持ちはあったが、官僚の夫となる俺がホストなんてしていたら、ミカが周りから何を思われるかわからない。ホストを辞めた俺は、ミカの紹介で会社に就職し、数年ぶりの昼の仕事を始めた。夜の仕事から急に昼の仕事に変わり、生活リズムを整えるのも大変だったし、何より新しい仕事を一から覚えるので一苦労だった。しかし、ミカの隣に立つ男として恥のないよう、俺は出世するためにがむしゃらに働いた。ところが、結婚が決まってから、俺に対するミカの様子が日に日に変わっていった。ねえ、今度の土曜日ここに行かない？最近有名で気になっているの。あ、ごめん。その日は仕事が入ったんだ。ああ、そうなんだ。本当にごめん。近い日にまた行こうな。もういい。友達と行くから。ああ、こんなことになるなら、高校中退のおバカさんと結婚しなきゃよかった。え？私みたいに国家公務員になれる頭があれば、休日も一緒に出かけられたのにね。それだけ言って、ミカは俺のことをバカにするかのように鼻で笑う。ミカは、俺と自分の家柄や学歴、職業をよく比較して自慢し、マウントを取るようになったのだ。見下されるたびに、俺はミカとの格差を痛いほどに感じて結婚をためらった。しかし、実際結婚して頑張って仕事をすれば、ミカもいつか俺を認めてくれるのではないだろうか。頑張れば、またあの頃の優しいミカに戻り、夢見た幸せな家庭を築けると信じて、俺はどんなマウントを取られようとも我慢し耐え続けた。結婚式前のある日、ついに俺はミカの両親との顔合わせを兼ねた食事会に参加することになった。俺は家庭の事情でとても両親を食事会に招くことはできず、一人で出席することにした。紹介するね。こちらが私のパパとママだよ。翔太くんだね。はじめまして。ミカからいろいろと聞いているよ。はじめまして。お会いできて嬉しいです。俺は握手をしようと岐阜に手を伸ばそうとしたが、岐阜はそういうのは結構といい、そそくさと自分の席に座ってしまった。ミカの両親は二人とも官僚ということもあり、少し硬い雰囲気をしていた。しばらく食事をしてお腹がいっぱいになってきた頃、義母が意地悪そうな笑みを浮かべて俺に話しかけてきた。ミカに聞いたわよ。あなた高校中退してホストになったんですってね。そんな低学歴のあなたが賢いミカと結婚するなんて、ほんと幸運ね。はは。その通りですね。ミカさんは素敵な方です。そういえば、君の親は不倫してまともに働かなかったんだって？やはり子供は親に似るものなんだな。似てますかね。一応一途で働いてもいるつもりなんですがね。ミカから何を聞いたのか、義両親の口からは俺に対するいい言葉は一切出てこず、ただひたすらに罵られる一方だった。ホストクラブで働いていた話術や営業スキルでさりげに受け流したり愛想笑いをしてごまかそうと試みていたが、
さすがに限界が近づいてきた。まあ、ミカが連れてきた男ですから、あなたがどうしてもって言うなら、あなたたちの結婚は認めてあげるわ。よかったわね。仕方がないから結婚して、私が面倒を見てあげる。感謝してよね。結婚を認めてもらおうという場なのだから、義両親の前でくらい俺の味方になってくれると思ったのだが、ミカは普段と変わらず俺を見下した。俺は思わずミカに尋ねる。ミカ、お前どうしちゃったんだよ。そもそも最初に結婚したいと言ってきたのはミカの方だろ？これじゃ立場が逆転しているじゃないか。だって、翔太は頭は悪くても顔はいいから連れて歩くには持ってこいなの。要するに、あなたは私のアクセサリーのような存在になるのよ。かっこいい夫が隣にいると、みんな私を羨ましい目で見てくれるわ。は？何言ってるんだ？アクセサリーだって？声が裏返りそうになる。そんな俺を見て、ミカは嘲笑を浮かべた。そうよ。でも喋ると低学歴のおバカさんってバレちゃうから、結婚した後は外では余計なことは喋らないでね。ミカの衝撃的な言葉の数々に、俺はショックで頭がクラクラしだした。最初から、顔だけで俺を選んでいたのか？俺の質問に、ミカは首をかしげてキョトンとした顔をした後、プッと吹き出したかと思うと、大声で笑い出した。それ以外にあるわけないじゃない。あなた、本当に頭がお花畑なのね。まさか、人柄に惹かれてミカに結婚したいと言ってもらえたと思っていたのか？君は養子だけ、この家で役に立ててくれればいいんだよ。大きく甲高い、俺を罵る山村家の悪口が広い店内に響き渡った。そんな俺たちの様子を周りの客が何事かとこちらをちらちら見る。最悪の状況に俺はもうこの場にいるのは我慢の限界だった。俺は笑い合っている山村家を前に声を振り絞る。俺、ミカとは結婚しません。この話はなかったことにしてください。はあ？何ですって？今さら何を言う。君のような人間が断る権利なんてあると思っているのか？俺は両親を反面教師として生きてきました。だからこそ、俺は幸せな結婚を歩みたいという夢があるんです。俺を利用する目的だけで結婚するつもりでしたら、こんな結婚はこちらから願い下げです。てぇのが偉そうに。俺なんかに拒否されて、プライドを傷つけられたのか、義父が俺を怒鳴りつける。今にも手を挙げられそうな、そんな時。君の言う通りだ。こんな結婚は絶対にしない方がいい。いきなり背後から、年配の男性の声が聞こえる。俺は驚いて振り返り、その男性を見た。あなたは？不思議に思う中、もう一度義父たちの方を見ると、なぜかとても青ざめたような顔をしていた。事務次官殿！どうしてこちらに？義両親が慌ててお辞儀するのを見て、俺もつられてお辞儀をした。騒がしい声がすると思ったら、まさかお前たちだったとは。申し訳ございません。とんだご迷惑を。年配の男性は、どうやら義両親が勤務する省庁の事務次官らしい。はじめまして、川崎くん。いつも妻がお世話になっているね。え？奥様が？誰のことを言っているのかわからず、困惑する俺の前に、事務次官の後ろから見慣れた顔の女性が現れた。川崎さん、こんにちは。ご機嫌いかがかしらって。いいわけないわよね。社長じゃないですか。お世話になっております。なんと、
事務次官の妻という女性は、俺が担当している取引先の社長だった。今日は珍しく、私も夫も揃ってお休みだったのよ。だから、こうして食事に来たのだけど、良くないところに遭遇しちゃったみたいね。俺は申し訳なさそうに社長に謝罪し頭を下げる。でも、全部この人のせいなんです。頭が悪いくせに調子に乗るし、結婚も断ったりするから。言い訳をするミカを事務次官が鋭い目つきで睨みつけて、大声で叱りつけた。国の仕事をする者が、人を口汚く罵るなど下品極まりない。官僚の恥を知れ。きっと、両親にまともに叱られたことがなく、思い切り甘やかされて生きてきたのだろう。叱りつけられたミカは、恐怖で目に涙をためていた。申し訳ございません。ですが、こいつは元ホストの、頭がどうしようもない奴で、娘の言うことは間違っていないんです。そうです。うちのような家と関係を持てるというのに偉そうにしだして、私たちにおとなしく黙って従うのが彼にとっても最善のはずです。義両親の全く反省の色を見せない言動に俺はカチンときたが、社長もいる前だったので悔しい気持ちをぐっと抑える。そんな時、事務次官の一歩後ろで話を聞いていた社長が前に出た。私はね、この子のことがとても好きなのよ。社長？仕事ぶりも大変有能で、おかげでうちの会社の業績はどんどん伸びているわ。それに、前職で身につけたスキルも仕事でとても活かされてると思ってるわ。あなた方は、娘の夫となる人のことを何も知らないのね。そう言って社長は哀れんだ目でミカと義両親を見る。過去の家柄や仕事にばかりとらわれている義両親が今の俺のことなんて知るよしもなく、歯切れ悪そうに口をもごもごさせている。川崎さん、こんな方々の言うことなんてあなたは何一つ気にしなくていいのよ。あなたはちゃんとやっているのだから。いえ、そんな、俺はただミカに認められたくて必死に働いていただけですから。家柄やホストの過去のことなんてそんなの関係ないわ。誠実に必死に努力するあなたは、とても素晴らしい人よ。妻の言う通りだ。こんな品のない家族と無理につながる必要はないんだ。結婚はもうやめにしなさい。事務次官さん、社長、ありがとうございます。これからも妻の会社を頼んだよ。そう言って事務次官は俺に頭を下げた。俺は二人の優しさに今まで頑張ってきてよかったと心から思うことができた。そして事務次官は義両親に向かい合い、先ほどとは一変した冷たい目で睨み、こう告げた。お前たちには近々人事異動をしてもらうことにする。今までの彼に対する行動、言動を深く反省するように。そんな、お許しください。いやよ、これからどうしていけばいいのよ。今までの暮らしは、地位は？義両親は半分発狂気味にわめき出し、ミカは顔面蒼白で床に崩れ落ちていった。そうして大騒ぎだった食事会は幕を閉じた。その後、人事で義両親は今の地位から降格され、地方の別々の出先機関にそれぞれ出向となったそうだ。両親とは違う省庁のミカは移動は免れたものの、ミカの勤める省庁に事務次官から苦言を入れられ、上から厳重注意を受けたそうだ。しばらく経った頃、俺の携帯にミカから電話がかかってきた。
ミカから連絡が来たのは、あの日の食事会以来だろうか。あの時ミカに言われたことを思い出して腹が立ち、電話を無視しようとしたが、過去に何度も俺のところに会いに来てくれたことを思い出す。そのことになぜか情が出てしまい、少しだけならと俺は電話に出ることにした。もしもし？翔太？久しぶり。久しぶり。どうしたんだ？この前のことはごめんなさい。両親や私の考えが間違っていたわ。ああ。もういいんだ。俺もお前の企みに全く気づけたかったんだからな。いい勉強になったよ。それで、もしよかったら、また私と一からやり直してくれないかしら。もう、あなたを下に見ることは、二度としないわ。ミカのその言葉に、俺は思わず失笑する。この後に及んで、またミカは嘘をつくのだろうか。ミカ、もう俺を騙すことはできないよ。今回は騙してなんかない。あなたの仕事のことをたくさん周りに聞いたわ。私のためだっていつも頑張ってくれてたのに。私は。電話の奥から鼻をすする音がする。本当に反省しているのだろうか。だが、どんなに今更謝られても、俺はもうやり直すという気持ちはなかった。申し訳ないけど、ミカと再びやり直すことはできないよ。そんな。ミカは悲痛な叫び声を上げる。ミカに俺と別れたことを後悔してもらえるように、これからもミカが紹介してくれたこの仕事を頑張るよ。ありがとう。俺の言葉を聞いて、ミカはそれ以上何も言ってこなくなった。ちゃんと反省して、これからは心を入れ替えて、人を見下したりせず、素敵な人と出会ってほしい。そう心で願いながら、俺はミカとの電話を切った。その後、噂で聞いた話だと、俺と別れてからのミカは別人のようになり、真面目に官僚の仕事に勤しんでいるようだ。俺はミカに言った通り、今まで以上に仕事に精を出し、社長や周りの社員からも高評価を受け、昇進していった。あ、LINE だ。あ、もしかして彼女ですか？昼休みに入る前、スマホの通知が鳴り、内容を確認しようとしたとき、昔から仲のいい後輩がニヤニヤしながらからかってくる。そんなんじゃねえよ。そんなこと言って、口元がすごく緩んでるじゃないですか。今日のお弁当も彼女さん作って持ってきてくれてるんでしょ？ああ、もう、いちいち言わなくていいんだよ。恥ずかしさで顔が真っ赤になりながら、俺は逃げるように部屋を出た。あれから数ヶ月後、俺に新たな恋人ができた。料理が大好きで、彼女の仕事が休みの時は、昼休みに俺の会社までお弁当を届けてくれる優しい子だ。俺の過去を打ち明けても、何一つ嫌な顔をせず、俺のことを大事に思ってくれている。今度こそ、幸せをつかめそうだ。俺はこの先の未来に希望を抱き、駆け足で彼女の元へ向かった。